皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。日本のお隣の国、渓谷。日本と同じアジアの国ですが、日本とは文化や生活習慣が大きく異なっていると言われます。皆さんの中にも観光や仕事で渓谷に行き、文化の違いに戸惑った人がいるのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、留学で日本の生活を経験し、その後も日本で暮らすことになった渓谷人女性のエピソード。彼女は日本の文化や生活習慣、日本人の人柄に対して居心地の良さを感じ、日本にしかないものを羨ましく思ったそうです。彼女が羨ましく感じたのはどのようなものだったのでしょうか。早速見てみましょう。日本に留学に来た渓谷人女性が日本の文化に驚愕。私の名前はソヒョン、24歳の渓谷人よ。私は今日本で一人暮らしをしているの。え？どうしてかって？そんなの簡単よ。日本が大好きだから。そして日本での生活がすっごく気に入っているの。渓谷人は日本の悪口をよく言う。学生時代も先生やクラスメートから日本の悪口を散々聞かされたわ。私も日本に来てから初めて知ったんだけれど、渓谷の歴史の授業はかなり独創的。今思えば反日の人たちにとってあまりにも都合が良すぎる内容だった。でもそれが歴史上正しいことだと学校で教わってしまうと、日本はひどい国だと思い込んじゃうわけ。困っちゃうわよね。でもね、私の両親はちょっと変わっていて、中国語か日本語を話せるようになりなさいって幼少期から私に言っていた。日本のアニメや可愛らしいファッションに興味があった私。だから日本語を一生懸命勉強したわ。大学生の時に日本へ留学できたのも、卒業後に日本で就職して一人暮らしができたのもそのおかげってわけ。そうそう、私がなんで日本の女の子たちのファッションに憧れていたと思う？それは私の身長が低くてスタイルもそれほど良くないからなの。いわゆる幼児体型ってやつかしら。渓谷ではとにかくセクシーであることが女性の魅力だから、ボディラインを強調したファッションとかが人気なのよね。だけど私の場合、そういうファッションには縁のない体型でしょ。だから日本の可愛い系のファッションの方が素敵だなって自然に思うようになった。留学中、私は都内にワンルームマンションを借りて、そこから大学へ通っていた。大学生の安いバイト代だけでは家賃を払えないので、両親が結構援助してくれたのよ。まず日本の賃貸住宅にびっくりしたわよね。私が借りていたマンションはそんなに高級なわけではなく、5階建てでロフトがついたごく普通のマンションだった。都心から少し離れていたものの、それでも一応住所は東京都なわけじゃない。それなのにとっても静かなの。引っ越してきた初日なんて、このマンションに住んでいるのはもしかして私だけなのって思った。静けさから来る恐怖を紛らわすために照明を一晩中つけっぱなしにしていたくらいよ。テレビをつけたり音楽を流したりしていないと、とにかく静か。ほら、日本の漫画によくある静けさを表すシーンっていう表現があるでしょ。まさにそんな音が聞こえてきそうなくらい静かだったのよね。それと水回りには特に感動した。日本ではお風呂とトイレが別々になっているのが一般的なのね。渓谷の家はお風呂とトイレと洗面所が一緒になっていることがほとんど。ソウルの最新のマンションとかはわからないけれど、少なくとも私が学生時代に遊びに行った友人の家は全部そうだったかな。でね、そういう間取りになっていると、昼間はまだいいけれど、
夜になって誰かがお風呂に入ったりすると床全体がびしゃびしゃになってしまうの。そんな濡れたタイルの上で歯を磨いたり、トイレで用を足したりするのよ。どれだけストレスがたまるか容易に想像できるでしょ。あとは私がシャワーを浴びようと思ったら、パパがトイレで用を足した後だったりすると最悪の気分よね。それから友人の家に遊びに行った時も、トイレを借りるのは勇気が必要だった。だってお風呂や洗面所を使用中の家族と鉢合わせたりしたら、やっぱり気まずいじゃない。だからお風呂とトイレと洗面所が別々っていう日本の間取りを見た時は飛び上がって喜んじゃった。あと私が入居したマンションは新築ではなかったんだけれど、それでもピッカピカ。新築ですよって言われたらあっさり信じてしまうくらい綺麗だった。実家にいる時は意識していなかったけれど、清潔な空間で生活するってのはとても気持ちがいいものなのね。来日後の私は随分と掃除好きになったような気がするもの。日々の生活でも日本に来てよかったと思うことはたくさんあった。まず、なんといっても地下鉄ね。もちろんソウルにも地下鉄はあるわ。だけどみんなのマナーが本当にひどいのよ。ほら、私って身長が低いでしょ。そのせいで乗り降りするのも常に命がけなの。まず警告人には日本人のように順番に乗り降りするという発想がない。ドアが開いたらとにかく乗る、降りる、それだけよ。後から来て先に乗ろうとしている人を追い抜くのなんて当たり前。ひどい時には体当たりをされて行く手を阻まれることだってあるんだから、私みたいな小柄な女性にはたまったものじゃないわ。だから電車が駅に到着するともう戦争状態。乗る人も降りる人もとにかく自分のことしか考えていないんだから。そんな極限状態の中でも特にパワーを発揮するのがアジュンマたち。あ、アジュンマっていうのは警告語でおばちゃんという意味ね。とにかく彼女たちはアグレッシブ。並み居る男性サラリーマンを押しのけて空席を確保し、ドカッと腰を下ろしちゃうの。こうした弱肉強食の渓谷の地下鉄で食物連鎖の最底辺に位置するのが私。電車にうまく乗れるかしら、降りたい駅でちゃんと降りれるかしら、そんなことばかりを日々心配して電車に乗っていたわ。だけど日本は違った。私のような小柄な女性の後ろに大柄な男性がきちんと列を作って待っていたし、電車が到着しても降りる人がいなくなるまで誰一人として乗り込もうとしなかった。そして最後のお客さんが降りると先頭の人から順番に乗車していくのよ。もちろん殺人的な混雑度の満員電車に遭遇したこともあったけれど、それはソウルの地下鉄だって同じこと。むしろ日本では降りますって言えばみんながさーっと道を開けてくれるから何も心配いらなかった。地下鉄だけではなく日本のバスも素晴らしいと思ったわ。ソウルのバスは日本のバスより大きいんだけれど、とにかく運転が荒っぽいの。最近は若干マシになった気はするけれど、私が小学生の頃なんて運転手さんが平気な顔をして携帯電話で話しながら運転していたんだから。今だって急発進や急ブレーキは当たり前だから、日本のバスに初めて乗った時は本当に驚いたわよ。例えばお年寄りが乗車してきた時、座る席がなかなか決まらずにうろうろしていることってあるでしょ。そんな時でも運転手さんは発車せず、お年寄りが座るまでずっと待っていてくれるの。おまけにカーブに差し掛かるたびに右に曲がりますや左に曲がりますってアナウンスをしてくれる。そして降りる時には一人一人にありがとうございましたって言うのよ。日本の運転手さんって優しすぎないって思っちゃった。それから日本のいいところといったら、可愛いファッションは絶対外せないわよね。渓谷にいた時は
とにかく流行りの服を着ないと人間じゃないみたいな風潮があってね、特に若者は同じような格好をしている人ばかりだった。でも日本はどう？友達が10人集まればまず間違いなく10人とも違うおしゃれをしているわ。私は24歳になった今も可愛い系のファッションを楽しんでいるけれど、それについて子供っぽいと非難する人は一人もいない。皆がそれぞれ自分の好きなファッションを楽しんで、周りの人はそれを尊重してくれるのよね。こんなに居心地がいい国を嫌いになれるわけがないわ。それに日本に来て気づいたのだけれど、私が警告人だからって面と向かって悪口を言う人はいないの。英国人は不買運動とかをいろいろやっているのに、そんなことは誰も気にしていないって感じ。そういうのを見てしまうと、自分の国のことがだんだんと恥ずかしくなってきたわ。そしてその分、ますます日本のことを好きになっちゃった。ソヒョンさんのエピソードは以上になります。彼女は日本の住宅事情や交通機関、ファッションなどを羨ましがっていましたが、警告人が羨ましがる日本のものは他にもいろいろあるようです。警告のネット掲示板から日本の羨ましいものに関する投稿をいくつかご紹介いたしましょう。1、 Google マップと Uber Eats。 警告では Google マップが全然機能しないんだよね。日本を旅行した時に Google マップを使ってみたら本当に便利。観光地の案内もよく出てきて、すごくスムーズに観光できたよ。道に迷うことなんてほとんどなかった。それからホテルに滞在していた時は Uber Eats というフードデリバリーサービスをよく利用した。昼間の観光で歩き回って疲れていて、ホテルの部屋でゆっくりと食事をしたかったからね。ホテルの住所を入力して食べたいものを注文したら、あとは届くのを待つだけ。ホテルのロビーで受け取ることができるんだ。配達員は礼儀正しいし、料理は温かくてぐちゃぐちゃになっていることもない。寿司、天丼、とんかつ、うどんなど、さまざまな日本食を Uber Eats で注文してみたけれど、どれもすごく美味しかったよ。2、 緑茶。日本の緑茶を初めて飲んだ時は感動した。スーパーやコンビニで売っているようなペットボトルの安い緑茶ですら本当に美味しいんだ。綺麗な明るい緑色でとてもいい香りがしたよ。優しい甘みがあるし、後味も爽やか。ホットの緑茶を飲んだら体も心も温まって幸せな気持ちになった。それから京都の和カフェで味わった最高級の玉露と和菓子は格別の味わいだったな。渓谷にもお茶はいろいろ売っているけれど、緑茶は美味しいものがないことに気づいてしまった。渓谷では緑茶の消費量が大きく減っていると何年か前にニュースになっていたけれど、それも当然な気がするよ。3、綺麗な海。日本には渓谷にないコバルトブルーの綺麗な海がある。初めて沖縄に行った時はびっくりしたよ。透明度の高い海にどこまでも白い砂浜が広がっていたんだ。もちろん砂浜にはゴミなんて一つも落ちていなかったしね。それに比べて渓谷の海水浴場はひどいとしか言いようがない。波打ち際が黒く染まって悪臭が発生しているところもある。あんな場所ではとても泳ぐ気にはなれないよ。4、ちゃんとした温泉。日本全国で開発された温泉は3000以上もあるらしい。私のお気に入りは草津温泉。至る所で硫黄の匂いがして、町の真ん中には草津温泉の中核施設である湯畑があった。湯どいがずらりと並んだユニークな場所で、温泉の温度を下げる役割をしているみたいだね。日本の温泉街は歴史と伝統、快適な宿泊施設、美味しい食事、従業員のサービスや雰囲気、
どれも素晴らしかった。正直、渓谷の温泉施設は古くて汚くて、街中の銭湯にも劣るようなところが多い。日本の温泉みたいに何か特色が必要だよ。銭湯やモーテルレベルの施設は全面的にリノベーションしてほしい。以上のような投稿が上がっていました。これらの投稿に対して、渓谷のネットユーザーからは様々なコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。渓谷の反応。私のお気に入りは山形県の銀山温泉。ノスタルジックな街並みが美しく、異世界に迷い込んだような気分になった。渓谷にあって日本にないもの、それは違法駐車だ。渓谷は違法駐車を法律で厳しく取り締まらなければいけないのに、特に都心はひどい状態だ。違法駐車を見るとストレスしか感じない。日本のマヨネーズが欲しい。渓谷のマヨネーズは美味しくないから。日本のマヨネーズも渓谷で買えないことはないけれど、売っている場所はすごく少ない。値段もかなり高いから気軽には買えないよ。沖縄の海は本当に綺麗。また行きたいな。日本に茶を伝えたのは我々渓谷人だ。あと、日本にあって渓谷にないものは地震。これだけで渓谷に生まれてよかったと思える。まとめ。お隣の国である渓谷は、文化や風習、マナーなどが日本とは全然違うことがよくわかりましたね。日本の文化や日本人のマナーの良さなどを羨ましがってくれることは、日本人として誇らしく思います。これからも日本独自の文化を大切にしたいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。